ちゃん。こんにちは。さあ、レギュラーシーズンが全て終わって、はい、まあ、注目はどうしても、ね、日本シリーズの方に向いていきますけれども、CS と、うん、ただ、FA、まあ、国内 FA、海外 FA の方も今注目されています。持ってる人は大変だなそうです、楽しみでもあるけどな、まあ、自分の評価が、ね、もちろんもちろん高くつくのかなとありますが、はいはい、今日はその注目の2選手にちょっと、はい、あの焦点当てていきます。お、誰だろう。まあ、1人目は巨人の中田翔選手です。森内さん、はい、聞くけど、まあ、今年いろんな配置転換があったよな。巨人、まあまあ、例えば坂本をサードにしたりとか、はい、で門脇、うん、ショートに使い、でファーストにサードから岡本を持ってき、うん、中田を使おうと思ったら岡本がレフトに、うんうん、自分が中田の立場だったらどう考える、うん、あのレギュラーでファースト守れるところに出たいですということは、うん、岡本をレフトにやってまではしないだろうと、阿部監督はしないと、私は中田翔選手だったら思います。レフト秋広選手を育てるだろうな。あの秋広弟子にしちゃってるだろうな。なんですよ、弟子が、ね、弟子が伸びていったので、まあそうだなって言ったら、やっぱり自分他でもしスタメンでファーストで出られるところがあればそっちに出たいです。まあ必要とされて、はい、フルに試合に出たいというね、うん、出たい、まあ、そういう思いはあるだろうな。やっぱりキャリアということを考えたときに、まあ今日は出る、明日は出ない、はい、まあ、そういうことはやっぱこう中田の中では考えられないんだろうな、だと思います。あ、だから、まあ、俺もやっぱ中田の立場でものを考えるとすると、やっぱせっかく FA が使えるんだったらどっか取ってくれるところがあったら行使しようかなって思うよね。そうですよね、思う思う、これはもう自然なやっぱ流れだと思うし、まあ、今年の使われ方とだとか、まあ、体のコンディションの状態、まあ、いろいろ考えると出たり入ったりっていうのも嫌だし、うん、やっぱもうずっと安定的に使われてる方が故障は少ないと思うんだよね。そうですよね、中田はずっとレギュラーで出てきた選手だけにね、だから、まあ、これは、うん、出た方がいいのかなとは思う。で、あの中田翔選手、昨年オフに巨人と3年契約を結んだんですが、はい、これ1年ごとに契約の見直しや破棄ができるオプトアウトの条項がついていることから、うん、FA 権の行使も可能なので、はいはいはい、まあ、十分にこれはありえますね。ありえるな、はい、だから、まあ、手を挙げたら、はい、取りたい球団というのはあると思うよ。そうです、ね、まあ、例えばパ・リーグだったら DH でね、はい、使おうと思ったら使えるし、うん、だから西武なんかは一発、まあ、山川がね、はい、まあ、抜けそうだし、そうですね、だからそういう意味では DH でね、うん、ファーストでも使えるし、守備うまいからね、はい、もちろん、だからそういうことも考えるだろうし、まあ、中日可能性あるし、中日になった場合はファーストっていうことですよね。もちろんですよ、もちろん勝負強いしな、中田翔は。そうですよ、また広い球場でちょっと乗っちゃったまた、まあ本当ね、キャリアとしてはもう400本、500本いけるぐらいのもう持ってるけどな、まあ広いかな、いかんせん、まあだけど中日にとって必要なものはやっぱりこう勝負強さとかさ、はい、そういうことだけにね、うん、いいのかなと思うよね。いいですよ ね、あの若手が多い中でやっぱりグッと締まる選手がベテラン中堅どころでいるっていうのと、あとバンテリンでもホームランを、うん、その期待できる選手っていうところでも立浪監督すごく欲しいのかなっていうふうに、いや欲しいと思うよ、ね、うん、まあ、そんな感じだと思う。そうですよね、うん、で、これスポーツ報知の記者さんが記事にしてるんですけども、これ移籍となれば年俸3億円からのもちろん減俸は避けられないんですけれども、うん、やっぱり今後の人生、野球人生を考えた時にやっぱりもう一度花を咲かせたいという考えもあるんじゃないかと、うん、プラス人的保障が必要な B ランクの選手、うん、ということもあって、これで3億円で B ランクっていうことは、はい、相当巨人は払ってんな。まあそうですね。まあな、はい、まあ、そのチームのランク付けだからな。まあそうなの、チーム内もね、そうですね。まあ、相当もらってるやつがいるっていうことだ。他に。まあ、すごいね、巨人はね。さすがですね。さすがだな。はい。ということもあるので、まあ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 人的保障が必要な B ランクで、まあ、交換できる要因があるチームに行くんだろうなっていう。いや、ソフトバンクも可能性あるよね。ソフトバンクもか。いや、あると思うよ。ありますかね。DH で。DH で。もあるし、ファーストもあるし。まあ、中村が守ってるけど、うん、中村を他で使えるっていうことだよね。はあ、そうですね、はい、うん、そうなってくるとやっぱ層は厚くなるよね。うん、ソフトバンクだったら、いや減俸じゃなくてプラスで来てくださいよって言うかもわからない。もしかしたら、いやいや、ね、可能性はある。いやだから中田選手、ま、ね、
はどうなんですか、 DH の方が本人は DH でもいいと思うのか、それともやっぱり守備からつきたいと思う選手なのか、どう、まあやっぱりリズムが取れるのは守備からだろうね、中田翔は。DH 専門でやった経験っていうのは、まあ多少その日本ハム時代はあるけども、はい、でもそんなに多くはない、うん、やっぱ大体ファーストに使わせてたから、あれ使わせた方がいいと思うよ、守備うまいから。そうなんですよね、そうそうそうファーストの、うん、だからまあ中田翔はね出るかな可能性はあるね、はい、ね、中日にとか、まあ、中日とか西武とか、うん、まあ、DH が、ね、ある、まあ、パ・リーグも本当に可能性はあるよね。そうですよね、うん、楽天という可能性もあるし、監督も変わりますし、うん、ね、うん、浅村翔也みたいな、うん、先輩後輩でね、あ、そうだ、大阪桐蔭のそう、ホームラン王争いやみたいな言ったら楽天一気に強くなっちゃうかも。いや、そうですよね、優勝を狙えるっていうところ、体が万全であるかな、あ、そこですよね、うん。でもう一選手、はい、海外の FA 権行使する予定というふうに話した楽天の松井裕樹投手です。なんとこれ、10月の11日にサンケイスポーツに対して松井裕樹投手がこの海外の FA 権行使する予定ですと明かしたというのが出ました、うん、まあ、どのぐらいの評価を、ね、得られるのかわからないけども、はい、松井はね、うん、これはなぜかというとさ、はい、WBC の時にボールが合わないかなんかとっちらかったんだよね、うん、で向こうはもう検査されるからね、全部ピッチャー、はい、何かつけてないかとか、うん、前まではアメリカで慣れてる選手でもボールが滑るっていうんで、こういろいろちょっとつけたりだとかして、それはあまり不正投球というふうにされてなかったんだけど、もう調べられるからさ、そのボールにアジャストできんのかどうかね、まあ、慣れたらできるとは思うけども、でもあれだけ WBC でボールにアジャストできなかった人間が大丈夫かなっていう、そこがやっぱ一点心配なところ、ちょっと心配やな。だからやっぱこう取っかかりって大事じゃない。もうそれでものすごい時間がかかっちゃうと、どういうことなのみたいになっちゃうから、そうかな、まあ日本にいてバンバンやるとまだな、全然できるけどね。そうですよね。で、まあ、数年前からこの松井裕樹投手の動向を追ってきたナ・リーグ中地区のある球団スカウトが、まあ、抑えの左腕は貴重な存在で、彼の実力ならアメリカでも十分通用すると、すでにもう高評価をしているというところで、狙ってる、まあ、中地区のところはあるんだと、うん、まあ、まっすぐはともかくとして、はい、あのスライダーだとか、うん、こうチェンジアップだとか、は使えると思うんですね、うん、やっぱり日本であれだけの実績を残したわけだから、はい、まあ、できないことは全くないと思うし、はい、できると思うよ、うん、ただボールにアジャストできるかできないかだよね。そこですよね、でただ一方もちろん楽天も熱意は伝えているということで、いや、そりゃそうだろう、残ってほしいです。ね、松井裕樹投手が抜けると、うん、じゃあ誰がってことになりますから、タフだからな。そうですよね、うん、ですでに4年16億円規模の大型契約を提示していると。で球団は再度細部を詰めたオファーを行い、引き止めに力を注ぐ、うん、さらに国内でも巨人など複数球団が獲得に目指す可能性があると。まあ楽天ね、前抜きで16億、はい、うん、まあ他から手出すと20億はいくだろうな、うん、20億以上はいくだろうな。ただ巨人は一応ですよ、まあ、大勢投手という投手がいて、そこに松井裕樹投手を持ってくるとなると大勢投手を8回とかに持ってきてっていう構想なんですね。まあそれはそれでいいんじゃないの。あ、あと他複数だ。いや、そりゃあるよ。みんな見てみろ、抑えで困ってんの。中日がマルティネスだけで。あそこはもうね、ねいますけど、うん。だけど、やっぱこう、阪神だって、うん、岩崎がね、急遽今年やるようになった。経験があるからできたけど、うん、今年ね、やったけど年齢的なものがどうなのかっていうことも不安視されてるし、うん、まあ広島でしょ。あ、そうですね、カープ。ね。栗林がちょっと疲れちゃってるし、 DeNA もそうだし、で田口が FA でしょ。あ、ヤクルト出るか出ないかは別問題として、はい、やっぱあそこも左が欲しいよね、うん、まあ、そうなってくるともう引く手はまだだと思う。どこもかしこもそうですよね。欲しいよ、左っていうのがいろいろと貴重だよね、うん、貴重ですよね。貴重だよ。だからもう多分国内球団 もう一斉に交渉というかオファーは出すでしょうし、日本にいた方がいいんじゃないのやっぱアジャスト的なことで、まあ、もちろんそうだし、
まあメジャーの松井裕樹も見てみたいけどね。そうですよね、うん、まあ、本人がね、そのメジャー志望っていうか志向っていう、まあまあそうだな、うん、まあそうなってくるよな、うん、やっぱ WBC とかでああいう経験をしてくるとさ。そうですよ、俺だってそうだもん。引退して初めてメジャーのなんていうのクライマックスシリーズというか見に行ったんだけど、うん、はい、ああここはやっぱ素敵な場所だなと思ったもん。ああダイヤモンドって、ああなんでダイヤモンドって内野のこと言うんだろうと思ったら分かったような気がしたよ。もう光り輝いてるもんダイヤモンドが。まあなんかそう見えたんだよ俺には。そうですよね、あそこでやっぱ野球やりたいっていうのは分かるなっていう気持ちになった。ああ、じゃあやっぱ気持ちも分かるっていうことですね。まあまあ、ダメだったらすぐ帰ってきなさい。とりあえず挑戦して、まあ、挑戦は悪いことじゃないしね、はい、あの自分の力を試しに、ね、うん、武者修行に行くのは素敵なことだと思うし、ね、そうですよね、はい。まあ、今回はその中田翔選手 と、 ちょっと松井裕樹投手の、はい、FA の動向というかどうなるのかっていう話をしましたけれども、まあ、ここから続々、まあ、本当にシーズン、あの日本シリーズも終わればどんどん、ね、まあ、そういう話になってくるよな。本格的になってくるので、このあたりちょっとどうなるのか、もう追っかけるよ。もう追っかけていきますよね。追っかけだから。追っかけ、FA 追っかけおじさんなのね。そうそうそう、はい。